こんにちは、平野由紀子です。この動画は入門から初級に進むピアノを練習している皆さんが新しい曲を選ぶ参考にしたり、またつまずいているところをちょっと乗り越える手助けができればいいなと思って作成しています。こんな素敵な曲がありますよとか、こんな曲動画にしてくださいなどのリクエストはお気軽にコメント欄にお書きください。今日練習するのはバイエルが作った曲の中から37番。題名がついていないけれど、どんな様子かなと想像しながら聞いてみてね。拍子の可愛らしい曲だね。この曲は右手にも左手にも少しメロディーのようなところが出てくる曲だから、そこに気をつけて練習してみよう。そしてこの曲は右手も左手もソのポジションで弾けるよ。ソのポジションは、右手は親指1番からソ、2番がラ、3番がシ、4番がド、5番がレのところに置いたまま弾けること。左手は5番がソ、4番がラ、3番がシ、2番がド、1番がレのところに手をセットしたら上手に弾けるよ。そしてこの曲では最初の4小節、右手が動く間は左手が不転二分音符で伸びているから、それを外さないようにしっかり押さえておこうね。次は交代して、左手がドレドと動く間、右手はラーを3拍伸ばすよ。それの繰り返し。そして次は右手がソシレレドラ、この間左はシドを3拍ずつ伸ばすね。右手がと上っていくのに合わせて、左もシからド、そして最後レまで上っていくので、ここはだんだん盛り上がってクレッシェンドするといいよ。下に下ってくるレドシを使ってだんだんディミニエンドしてみよう。そして次の9小節目からは、左手はドシドシを2回繰り返して、右手はラシラソシレを2回繰り返すから、全く同じにしないで、1回目が強かったら2回目を弱くしたり、1回目を少し優しく始めて2回目を強くしたり工夫してみよう。そして右手はそのまま3回ラシラソシレを弾くんだけれど、左手が形が少し変わって盛り上がるから、ここが一番強くなるようにクレッシェンドして、左手のシラソとレドラ、下ってくる音で優しくデクレッシェンドして終わるようにしよう。そして最後は一番最初と同じ形が戻ってくるけれど、同じ強さに戻るのか、最初より強くするのか弱くするのか、いろいろ試して自分が一番気に入ったような強さで弾いてみてね。では最後に全部を通して弾いてみるよ。
語がこの曲にあるかな。考えて題名もつけてみるといいね。それじゃあまたね。最後までご視聴くださりありがとうございました。今後も不定期ではありますが、新しい動画をアップしていこうと思いますので、もしよろしかったらチャンネル登録をお願いします。また気に入った曲がありましたら、グッドマークもよろしくお願いします。